いや今年も一度頑張りますんで、はい、よろしくお願いしますといったところで2022年か、はい、抱負あるか。2022年な。2年だよ、うん、どうした2022年今1年って言ったの。今2年って言ったよ。あ、俺の耳が腐ってた。よし、抱負ある。抱負健康第一。健康でしょあんた。おう別にもっと健康祈願しなくていいだろ。よい言わせろや。でしょ、病気になってほしいぐらいの。よく、まあでも去年前はほらコロナかかっちゃったから。あーそっか、うん、今年はそんなのなく。それは運が悪いのもある。誰しもかかるからな。うん、でもかからない。健康でもかかるでしょあれ。そうな、ピンピンしてる人はかかんないとかある。あれ ないだろ。全然ない。もう弱ってる人がかかりやすいとかもないでしょ、うん、もりもり元気でかかったからな俺。人しくかかるよねあれ。人間なんだよな。今も流行ってきてるらしいからね。増えてますね。またしてもね。うん、多分もうならないで。ならないでしょう。変なとこ行かない。行かない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 。うん、でもご飯食べに行ってんでしょ、いろんなとこに。ちゃんとマスクして手洗って。かかるとき4人で一緒だな。近寄んないとこ。一人かかったら全員でここにこた来るから。来んなって。大きい声出して咳しながら喋るわ。田中さんよってあ、コメント2月東京、僕その話したっけ。ん、いやなんか国空くんたちの同窓会やるよみたいに言ってたんだけど、おい、その後一切音沙汰ないんだよね。中止か。でも年賀状は来たんだよ、キッチーから。おお、キッチーくんから。どんな内容よ。もう来んなって。いやヒゲ生えてたわ。それだけ。知らないけどさ。めっちゃヒゲ面になってた。そこをピンポイントで出す。そこしか見てない。子供が2人いた。子供が2人いてヒゲが生えてたところしか、はい、なんか難航してんのかな。でも行けっつったら行くよ東京、うんうん、東京行って、いや遊びまくってこよう。おとなしくしとけ。国空くんとか会いたくて仕方ないからね。久しぶりに。こっちには来ないのか。来ないね、まあ、家族いるからな。うん、まあ、一人身の方が行きやすいもんな。ここで結婚してもう一軒家建ててっから来ないね。いやどうなってんだろうな。日産に勤めてるんだけど。いいとこだね。日産どうなったのかな。なんか日産どうなってんだっけ今。あ、でもまあ車バンバン走ってるから大丈夫か、うんうん、大丈夫大丈夫。日産が大きな、いや悪いことしましたわねえべ。日産の部長になったんだったかな。部長。日産の俺の名前言っといてくんない。あの人に言えばめちゃくちゃ日産の車が社員割引だかで安く買えるらしい、うん、だからそのなんか日産のジューク買ってたんだよね。それで本人がジューク、うん、はい、すごいかっこいい車。ちょ言って、あのボロっちい車さ。どうにかしてよ。なんだっけ、ビッツだかベッツだか知らんけど。いや日産、僕日産あんま乗らないんだよね、はい、僕トヨタ派だから。いいって、たまにはいいって。トヨタの知り合いはいないんだ。日産の車な。まあでもジュークかっこいいからな、うん、ジュークにしようかな。いいと思います。ちょっと若者抜きの車なんでね、はい、ジュークって。若いでしょ。同じ年だろうが。パッと見は若いよ明らかに。パッと見、まあ、髪染めてっからね。おー、なおちゃん髪染めなくていいよそれ。染めてないよ、まあ、え、白髪とか一本もないの。白髪ね、たまに生えてくる。いや一本もないよあんた。見えないだけ。え、すごい。なんか全然ない、全然ない、まあ、だってそこに NG がなんかハイライトで入ってるわけだよ。でマジで NG 入ってるからねこの人。嘘よ。いやほんとほんと。そこにハイライト入ってるって。こっから見たら N になってるもん。なってる、見えるの光。うん、なんで。光の加減だね。まあでも白髪は少ないと思うよ俺は。すごい少ないと思う、うん、僕白髪染めで染めてっからな、そもそも今。うん、僕白髪10代の時からあったよ。体質なんだよ、はい、白髪とかって。10代後半から白髪があって。髪染めたことカッコにいっぱいある。いや10代後半は染めてない。もともとなんかね茶髪っぽい髪の色で怒られてたんだよ、はい、こう染めてもいないのに怒られてたんだよ。染めてもいないし茶色いなみたいな。茶色くて白いの粉巻いてんなってな。でずっと白髪染めで20歳ぐらいから染めてんだけど、うん、いやでも染めても染めてもね切れないからね。出てくるからな。出てくるからさ、はい、だから2ヶ月に1回ぐらい白髪染めしないとダメださ。めんどくさ。めんどくさいんだよ俺。いまだかつて一度もない。あんた結構ねこう髪の状況いいよ。おー、だから今この年になってくると、はい、白髪びっしりかハゲてるかどっちかだぜ、うん、どっちでもないんだ。もうあんたたわしみたいです。両津勘吉みたいな。びっくりするぞ俺の髪の量。4ミリでカットしてこの量。卵立つよね。
紙立つ立つよね、うん、3個ぐらいいけるんだよ俺。10メートルぐらい上から卵落としてもさ、うん、割れずになんかポヨンってなる衝撃吸収さそれはこの年で4ミリカットを成立するわっていう話、うん、すごいと思うな。4ミリカットで4ミリってなんもないだろ4ミリってバカ3より1ミリ上だぞ。 4センチの間違いだろ。4ミリ4ミリってさ、うん、何米粒じゃん。そうだよそれでいいんだ。バリカンの刃1枚にこうプラスチック1枚あるだけだから4ミリって地肌出るよね。でもさ、うん、あなたさ、はい、剛毛でピッシリすぎて、うん、4ミリでも真っ黒なんだよね。真っ黒真っ黒やばいよ半分ぐらい分けてあげないとその辺の人に分けれるもんだ。マジやばい、たわしだからそのまんま食器洗えるもんないけるいけるいけるもうでお風呂入って濡れてる時に食器渡してくれればなんぼでも洗ってやんで何かもう面白いわ。お全プレスレって言われてる。ガリガリ君だな。全プレ分あるなありますな。ああ30万本生えてるからな。余裕1人1本いけるな。なんなら伸びてきて半分ずつに切れば60万本なんで小脇にすんだよ1本分ける発想やる分けてなんぼだからな俺はな